プロアとかに自慢しに行こうや。俺さ、これさ、マスターソードでさ、正気の力をさ、振り払える力とかないかな。例えば、地下にめっちゃある正気を遠距離攻撃で消し飛ばしたりとか、ワンチャンいけんじゃないか。魔法言うたな、お前。マスターを取り返しきだよ。ぬし、またも大変な目に遭っているおじゃが、マスターソードは手にしているおじゃが。わしはいつもここにおる。弱いとか出せに来るとかよい。あ、そんだけ。じゃあ、ゾーラの里に向かって進んでいこうよ。こっちからやな。え？マスターソードスクラビルできんねや。じゃあ、早速、マスターソードの力、見てみましょう。カッと。おい、おい、いいね。強いね、やっぱりね。黒ゴブリンとかそこら辺のやつのスクラビルとしかさ、もうこれもう止まらんくなるぞ、マスターソード。そやろ、危な、爆弾近くなった。怖っ。羽飛ばすもの。お、まあ乗るじゃん。飛ばされるやん。パラセルするやん。で、さらにこれバネがあるやん。で、ぶったたくやん。飛ぶやん。はあ。ピロピロピロンじゃなくてボールをはめ込むものがある。えい、ギリ届かないと。なるほど、何かもう一押しが欲しい。そういうところですね。もうたまたまがあるよ。このたまたまを向こう側までぶっ飛ばしたいよね。そんな時あなたはどうします？これはね、こう斜めになってる床がヒントだと思うんですよ。つまりこれをこう斜めに設置するわけですよ。で、誰か叩いてくんない？この台。惜しいとこまで行ってると思うんだ。あたい。いや、合ってるわ。要は、置く場所がおかしかっただけやろ。こっちや。行ってらっしゃいませ。あ、行ったね。あ、肉もバネが出てくる。これだけありゃ飛べるのか？もしかしてこれ重ねたら、むっちゃ飛ぶってこと？それなんか超おもろそうじゃない？それ超おもろそうじゃない？それって。ごめんなさい、上だけビョンなとか言うなよ。全部や。うわ、すげえ、全部なるわ。うわ、すっげえや。え？もしかしてまだ届かん？これ一個飛んでなくない？これ多分飛ぶ。オッケー。よし。バネって組み合わせられるんや。じゃあもう限界までつけたらよ。もう天までいけんじゃね？リーバルトルネードやね。今まで上昇気流作るために扇風機作ってたけどさ、もうバネでよくね？っていうことは。さあ、ドーナツ行きたいところでしょ。で、行かないんですよ。シーカータワーつけるんですよ。さて、近くの空島は？さあ、ここでは何がもらえるのかな？お、バネがある。これさ、これ入れたらどうなると思う？溢れ返る、もしかして。やってみるわ。おい。うわ、すげえ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 、あ、うわ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 、やばいやばいやばい、ええ、うわ、すげえ、うわ、詰まっちょる詰まっちょる詰まっちょる、あ、すごいすごいすごい、あ、そうそう、あ、そうそう、あ、そうそう、大量大量大量、あ、すごいすごい、あ、すっごいこれ、はい、大満足です。あ、賢者の石、賢者が残したとされる小さな石、手にすると強い思いと絆を感じる。何これ、これ、まがたまがいつつあるってことは、英傑じゃないのか。強い思いと絆を感じるってことは。これを使えば、英傑の力が使えるようになるとか。もうそれ分かっちゃう。俺こういうの本当に。申し訳ないけど。で、こういうのはね、ちょっと下から行っちゃう。通れルーフで行けるやろ。行けるよな。あ、宝箱くんを助けてあげよう。すんげえギリギリじゃないこれ。これ見てこれ。見てこれ、怖っ。こんだけ組めば、大丈夫やんな。でいい、よし、また古びた地図や。じゃあ秋宝箱下界の人たちにプレゼントしまーす。え、かかりこ村、どこが、あ、お前村やわ。かかりこ村ってどんなとこやったっけ。何これ、これ何これ何これ何これ。正気の研究してる、これもしかして。東の遺跡調査日誌エヴァリー。この遺跡は深穴の近くに位置し、調査には危険を伴うため、正気を専門としている私が指揮を取ることになった。
この遺跡でも他のワッカ遺跡同様に、ゾナー文字が刻まれた石板発見。ワッカ？教えはどうした教えは。また清掃に来ていた村人が正気に触れ、1名体調不良が続いている。正気に高価なる薬草は監視トイザーの浮上者に使い切ってしまった。その薬草は以前の調査で偶然見つけた黄色い植物であるおそらく新種と思われる。あ、それ多分持ってると思うよ。あー、このポンデリングのドーナツがカコリコ村の入り口やったんやな。で、この上には絶対コログがあるよ。まあ見てろって、絶対俺もあんなとこに衣装置いてあったらもうあんなもコログしかありえないし。しょう。はい、ヤッハハです。えっ、いてっ。さあ、カカリコ村ムーラですね。インパ様とかおらんよな。何？輪っか遺跡。あっ、名前忘れた。何だっけ。いや、この村の浮遊輪っか遺跡は僕が今まで調査した遺跡の中でも浮いてんの。どこ輪っか遺跡。この遺跡に近く目をつけて調査隊招き入れた鮮明の件。さすが族長さんですね。あ、パーヤが族長になったんや。私なんて先代から急に族長の座を譲られ、断りきれず受け入れてしまっただけの名ばかり族長で、まだまだ、ん、インパのババアなあ、地上へばっかおっとんもんな。まあリンク様、またお会いできてパーヤ嬉しく思います。久しぶり。ゼルダ様にリンク様、お二人ともご無事、本当によかったです。おらなってんね。ゼルダ様と行方不明、それはなんとも面用のお話。私は確かにゼルダ様にお会いしましたよ。あれは天変地異の姿のことでした。ゼルダ様はこのカカリコ村にいらっしゃいまして、おこの浮遊輪っか遺跡には決して近づかぬようにと、そうお命じになられたのですから間違いありません。え、はあ、ゼルダ様はすぐに立ち去られたので詳しい理由はお尋ねできませんでしたが、いつ落ちてきてもおかしくない状態なので村人に危険が及ばないようにと立ち入り禁止を命じられたのだと、そうパーヤさんと話してましたもんね。とはいえリンク様が間違ったことをお話ししてるとは思いませんし。ゼルダはじゃあ何人もおるんやな。すいませんリンク様、ご紹介すっかり遅れてしまいました。そう、それ知らんよな。この方はゾナー調査隊のタウロ様です。村に落ちてきた輪っか遺跡を調査していただくために私からお願いしてこの村に来ていただいたんです。ゾナー文明に対する造形画学、ゾナー文字にも精通されている大変立派な方なんですよ。すごいやん。え、かっこよ。ゼルダ様が禁じられたこの浮遊輪っか遺跡はこのカカリコ村でしか確認されておらず、他に類を見ない極めて貴重な遺跡といえます。あの形状した輪っか遺跡は村の周辺に複数落下してきていて、ほとんど壊れてしまったんですが、内部からは文字の記された石板が見つかっているんです。解読するとそれらの賢者などの気になる単語が刻まれているんですか。持ってるよ賢者のやつ。俺まだまだわからないことだらけでして、はあ、おそらくあの宙に浮いている石にも賢者のことが記された石板があると思うんですが、うん、まあ、気になるね。ゼルダさんの目に背いて調査するわけにはいきませんからね。俺が行くよ。ご無事なら僕たちの前に姿を見せてくれてもいいのに。うん、きっと何か理由があるはずです。ゼルダ様の真意が分かるまではこの遺跡はそっとしておくしかないでしょ。俺が行く。まあ、ただここのコログ取ろうか。あれ、お供え物がなくなってる。輪っか飾りいかがですか。お前小魂たくましいな。輪っか遺跡巡りの記念にかかりこむらに来た証に心を込めて作った輪っか飾りいかがですか。一つ5ルピーになります。これください。ありがとうございます。あ、ココナっておったな。なんか飯作ってくれって言ってくるサブイベントやったっけこれ。チュえ、チューされた。はい、どうぞご自由にお持ちくださいね。え、どうこれ、羨ましいやろな。あ、お、なんだ、輪っか遺跡を見に来たのか。だから悪いな、俺も兄ちゃんと一緒で観光客なんだ。輪っか遺跡の子ならゾナ調査隊のこの村の属長さんに聞いてくれ。閉鎖されてる輪っか遺跡間近見れるからやけど、なんで残りの4つの遺跡あんな高いところに。どこや、曇りで見えんだけなのかな。カッキカッキー、俺お名前呼んどるやん。どうした。お兄ちゃん、プリコの知らない人なのです。知らない人とお話ししちゃいけないのです。僕は大地くんのお父さんの友達の平野。これで知り合いじゃなくなったね。輪っか遺跡とお姉ちゃまとプリコを書いたのです。上手でしょ。本当は輪っか遺跡から出てきた石板も書きたかったけど、知らない文字は前できなかったのです。これここに置いたらコログとか違う？違うか。これ輪っか遺跡で、これ何これ。あ、これお前の顔か、プリコか。プリコと輪っか遺跡、ええやん。
で、このゴミどうしたらいい？多分な、何かに使うんやろうけどな。ちょ、これ持って練り歩いてみようか、言った。カリーユの日記。はい。カリーユさんはなぜその調査隊に？休憩中、タール君にそう尋ねられた。私は少々うろたえながらも、調査隊にはタールという名の優秀なリーダー、つまりあなたがいるからですよ、とお答えした。これは嘘偽りない本心であるものの、私の胸の内ではその続きの言葉が入れていた。タール君であれば他の鈍感な者たちと違い、私の見識の高さを即座に見抜けるでしょう。もちろんその言葉を胸に留め置いたが、この私が世に認められるための必要な人物。それが他でもないタール君ならと私は確信しているのだ。ゾナー調査隊一員になってからというもの、リーダーのタール君には驚かされてばかりだ。あの日のこと、私が調査の現場に到着したとき、タール君は地べたに座り石板を凝視していた。おはようございます、と挨拶すると、我に帰ったタール君はこう返していた。あ、カリーさん。気づかずにすいません。今日は遅くまでお疲れ様です。と。そういえば昨夜遅く帰り際に見たときもタール君は地べたに座り石板を凝視していた。そうなのだ。タール君はゾナー文字を解読するため夜通し石板を睨み続けていたのだ。今が朝かなのかよく寝るのかわからないほど彼の集中力は私は心底羨ましく思う。さすがタール君。誠に立派な信念ではあるが、私、カリーユの志はさらに高みにある。成果を残すのは当然として、我が名こそ後世に残したいのだ。人々の記憶の中だけではなく、書物や石碑は当然のことをできれば地名として、カリーユ谷、カリーユ川、カリーユ丘、弓は膨らむばかりである。っていうのがおるんや、カリーユっていう。俺も俺にちなんだ地名。いや、もっと上行こう。星を見つけようぜ。星を見つけたらさ、見つけた人物の名前つけれるんやろ。あの、なんかクイーンのメンバーみたいな感じで。カッキー村って作りたい。カッキー村じゃ、カッキー星作りたいよね。いや、まだ見つけてない星とかさ、腐るほどあるやん。宇宙なんか無限にあるから。すんげえとんでもない倍率の望遠鏡作ってよ。10個や20個、100個ぐらいバーって見つけて、これカッキー星アルファ、カッキー星ベータとか言って。もうそこら一体カッキー銀河にしちまってるのが俺の夢ではないけど、このゴミはどうすればいいの？お前、5円も大金払ってんやぞ、お前。輪っか遺跡に関連してってことは、輪っか遺跡に持っていけばなんかあるんかな。お立ち入り禁止こいな、お前。そこの君。お前か、カリユ！え、めちゃめちゃじじいやん。すごい、プライド高い女の子のイメージやったんやけど。どうやら君は話を聞いてないようだが、ゼル様のご命令により、あの輪っか遺跡に近づくことは厳しく禁止されている。また、ここだ、あれだ、お前。お、リンクやぞ。村の者に危険が及ばれないと、そう考えになられたんだろう。そっか。ちょ待って、ちょっと待って、ここ、輪っか返して。うそや、輪っか消えたよ。ほい。よいしょ。これ解決せんことには俺この村から出れんと。入れねえよー。リンク殿。ご無沙汰しております。まさかリンクの殿は思わず油断しておりました。こいつ、言い方に寝返ったやつやったっけ。ああ、こんな時に族長様と来たら。パーやろ。リング殿にまだご報告しておりませんでしたね。先代インパ様が引退され、今はパーヤ様がこのかかりこ村の族長なのでございます。私は族長のおそば役として任を受けたのですが、今パーヤ様は村の祭りごとそっちのけで輪っか遺跡に夢中。もう私の言うことなど誰もお耳に入らぬようで。それ娘が作った。あ、なんか、待て、それ娘が作った。これそうやね。いるこれ。それ娘が作った。え、これで終わり？なんかないの？これパーヤの日記やろ。パーヤの俗称日記。おばあ様からも、パーヤはもう大きくなったのと言われ、え？うなずきましたら。では、そなたは今日から俗称じゃと、パーヤはある日突然俗称になってしまいました。このパーヤ何ができるというんでしょう。ドゥランがおそば役についてくれましたが、どことなく不安げな表情です。おばあ様は、古い書物に夢中になっているご様子で声をかけるのもはばかれます。もうそういう古いもんに夢中になっちゃうんは、ちいなやな。おばあ様がこしらえてくれたこの族長の傘はパーヤには思うございます。それは突然やってまいりました。この世が誰かに揺さぶられたような、そんな衝撃にパーヤは怯えるばかり。空気が淀み、武器が朽ち果て、暗雲立ち込める空からは遺跡が落下。村人に怪我はなかったのですが、幸いでしたが、この村の様子が一変しました。もうすっかり変わっちゃったね。村には大きな輪っかの形の遺跡が5つほど落下し、東の高台には大きな名が確認されました。そんな中、おばあ様から、ボガードを共に旅に出るとの申し出。このような時にと、お引き止めしたところ、このような時だからこそ、との言葉。何か大変な使命を背負わされたようなマナコに、パーやおばあ様を見送ることしかできませんでした。ずっと地上へ見とるよ、あのババア。おばあ様が読まれていた書物には何やら奇妙な文様が11個描かれていましたが。じゃあ11個あるんや、地上へ。おばあ様突然旅立ちと何か関係あるんでしょうか。そしてゼルダ様は壊れた一部が浮遊した遺跡を立ち入り禁止され、立ち去られました。村の惨状にも触れず、村人へのねぎらいの言葉もなく、
最悪やな、ゼルダ。あ、これさ、覚えてます？プルアが4つの日記を各地にばらまいたとか言ってて、1個はインパのとこに取ったな。で、インパはベッドの下に隠す癖があるからとか言ってた気がする。取れない。なんで？しゃがんだら見れるわ、プルア日記。はい。100年前の姿に持った影響か、100年前の夢を見ちゃった。ロベリーと王立古代研究所で好き放題やっていたあの頃、若返りの実験中に爆発したり、ワープに失敗して爆発したり、爆発防止装置の開発をしている最中に爆発したり、インパやゼルダ様がかばってくれなかったら追放されてもおかしくないことをしてたっけ。インパにはよく怒られてたけど、あの頃は楽しかったな。4冊の日記のうち3冊はまだ保管所が決められずにいるけど、1冊は自分の部屋にしまっておくのが良さそうね。ここのところずっと監視一人だったし、日記を機に果ての村の研究所に帰ろうかな。なるほど。じゃあ3冊目は果ての村にあるんやな。あっこか。なんか丘の上やったな。まあ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 、覚えてたら行こうか。